ではね、ちょっとテンプの調整の仕方というものを、ね、やっていきましょう。これを使ってちょっと、まあ、俺のやっているやり方だけど、それをまあどういうふうにやってるのか、ちょっとでは見ていきましょう。当チャンネルは、無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道、無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではね、ちょっとテンプの調整の仕方っていうものを、ね、やっていきましょう。これを使ってちょっと、まあ、俺のやっているやり方だけど、それをまあどういうふうにやってるのか、ちょっとでは見ていきましょう。しっかりとゼンマイは巻くことです。あ、動いちゃった。しっかり巻いたら乗せていく。分かりやすいように一度ローターは外します。スタート。マイナス45、 0.1。 これはいいな。肩振りが 0.1、 今 0.1、 わざとずらします。わざとずらすよ。ちょっとずらします。わざとずらします。こっちがなんだっけ、ひげ持ち、ひげ持ち、そしてこれが受け。これを一回ずらすからね。ちょっと待ってて。わざとずらしました。ずらして、今じゃあこの状態でスタートしよう。どういう風なやり方でやっているのか。ではいくよ。まずこれ 3.9 でしょ。 3.9 で、マイナス166。まあこれはひどい状況だけど、ね、まずね、肩振りから合わせます。肩振り、ひげ持ちをちょっとずらしていくよ。これね、右か左どっちかね、最初ね探ってください。右か左どっちかです。こっちかこっちか、どっちかだね。こっちかこっちかなんだけど、右か左とりあえず最初探ります。どっちに、どちらに動かせばこれが小さくなるか。あ、小さくなってきたね。小さくなってきた方にどん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 寄せていきます。まず寄せていく。ひげ持ちからまずね、ひげ持ちから触るよ。0.9 になってきたね。また下がってきた。あれ、これちょっと調子悪いな。あ、 0.4 まで来たね。ほら、 0.4 まで来ました。こういう風にグラフが、なんていうの、綺麗な線を描かないじゃないですか。いろんなところに点がほらあるでしょ。これってね、非常に悪い状況です。やっぱりこれ宮地さん、あまり良くないムーブメントだから、こういったことよくあります。いいムーブメントであれば、綺麗な線がバーってきます。これあちこちで音を拾ってるってこと、あちこちにこうブレてんだよね、うん、あまり良くない状況のムーブメントなんです、これは。まあ仕方ないね。まず 0.4 まで来たら、また 0.4 ちょっとやります。ひげ持ちをちょっとこちらに、ちょっとだね、
動かしました。0.8 になったね、ほら。ってことは動かしすぎなんだよ。ってことは先ほどの 0.4 の1と 0.4 の1と 0.8 の間、あそこにスポットがあるってことなんだよ。そのスポットをまず探します。じゃあ今度逆に動かします。あそこのスポットね、ほんと狭いから、8になったね。よくわからんね。小岩山あるから。あ、でもやっぱりあそこら辺のスポットなんだね。うん、スポットは多分あそこなんだ。だからこの間の見つけます。あのスポットを見つけてあげる。もし来た。来たんじゃねえかこれ。まだか。いやこれ動かしすぎだな多分な。多分この間だわ。ね、おかしすぎたな。また増えるわ。あ、0.8。もう少しだな。もう少し、どちらだろう。これもう予想つかないわ。増えたな。増えた。やっぱりこことここの間だ。ここら辺付近にスポットがあります。そのスポットを探していきます。この振り、肩振りがちょうどいい時、このねスポットがあるから、それをこう探していく感じだね。来たね。もうちょっとだね。どうだ？来てるね。少し様子を見よう。やっぱりここら辺にスポットがあります。このスポットを見つけるのが大事だから。あ、来てるね。やっぱこの辺だね、スポットが。いや、右左どっちを動かそう。まあ、いっか。もう一発同じ方向に動かします。もうほんとちょっとだよ。もう 0. 何いくつになったらもうね、特に中華製の場合本当にこのスポットが狭いです。スポットがほんと狭いから本当にちょっとだけしか動かさない。もう 0. いくつまで来たら、中華製の悪いところってここの調整しづらいんだよね。本当に調整しづらいから。これね、板とかだったら幅が結構広いから楽なんだけどね。まだ動かんねえ。まだ硬いな。もうちょいか。来た。動かしすぎたかもしんない。あ、いいのか。いけるな。多分この辺が多分スポットだね。スポットっていうか、勝手にスポットって呼んでるだけだけどね勝手に呼んでるだけだけど、多分この辺の位置なんだわ。だから一旦、だから 0. 俺は 0.3 ぐらいまで来たら一旦この日差をね調整し始めます。ちょっと遅いから、まあちょっと時間を早めてあげる。そうするとまた一緒に肩振りが動き始めるから。肩振りもほら動き始めたでしょ。 0.3 ぐらいになったら一旦こっちの日産もいじり始めます。俺のやり方はね。そうするとほら一緒にちょっと微妙にこのひげ持ちも動き始めるから、動くからこっちを調整すると、ほらそうすると合ってきたでしょ。スポットに合ってくるんだよね。ちょっとずつ、ほんと微妙なところなんだよ。ちょっと早いから、じゃあ動かすと。でこうなったらこっちのグラフを見ます。こっちの数値ではなくてこのグラフを見始める。グラフを見始めると
だんだんなだらかになってきたねってことは合ってきてるんだよ。で今こっち日差を調整したから、で今 0.2 になったでしょ、こっちの方向に動かすと 0.2 になったってことだから、ひげ持ちをこちらに動かせばいいんだよ。わかるかな、なんかそういう感じ。その方向もあるから一旦じゃあちょっとね、ひげもちょっと軽く動かします。軽くこっちね、気持ちいい。 0.1 まで来たね、来たね、いい感じだ。ってことはもういいんじゃねえか、多分いいんだよ、多分いいと思う。一発肩振り触るか、ひげもちちょい触ります。もうやりすぎるとまたほらずれ始めるでしょ。そう、よく書くとこうなるからよく書くとこうなります。だから多分これを一回合わせよう。一回合わせれば多分 0.1 に戻ると思う。あ、戻ったね、戻ってきた。もういいよ、あんまよく書くとダメだこれ。これぐらいやられてもいいから。0.2 になったらちょっと悔しいな。もしやろう。今どっち戻したい？こっちだから。0.1 まで来たね。もういいんじゃない？もうよく書くのやめよう。9。プラス9。だから0になった。8。どう？こういう感じすごくこの分かりにくいけど、このなんていうのかな、どこにスポットがあるか、どこにスポットがあるかというのをね、まあ、今日は、まあ、タイムグラファーを使っての調整の方法というのが、ね、いくつか、まあ、コメントをいただいてたので、どういう風にしてやってるかっていうのをね、まあ、俺のやり方です。俺がやってみた、やっているいつものやり方です。これが正しいとは限りませんからね、俺がやってる方法ですけど。だからそのまず肩振りからやるよね、肩振りからそのスポット勝手に呼んでるけど、そのスポットを見つけるんですよ。その00のところのスポットを見つけ、そして日差でもってすり合わせていくようなイメージです。テンプがあるでしょ。こういう風な形です。で、ひげ持ち。ひげ受け、まあ2箇所あると思ってください。2箇所あるんですけど、ここがひげ持ち、ここがひげ受け、これ受けね、これ持ちね。まずひげ持ちでもって調整します。ひげ持ちでまず肩振りを調整するんです。こっちかこっちか、最初どっちでもいいんだけど動かします。例えば今だったら 3.0 でしたね、肩振り 3.0 でした。 3.0 どっちでもどっちかに動かします。それで 3.0 からマイナスになった場合、そちらが正解です。こちらからまた増えた場合、こちらは不正解になりますから。じゃあこっち側に動かしたら、こっち側にこうすり寄せていくんです。こっち側にこうどん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 ね、こうひげ持ちを動かしていきます。そうすると 0.7 とか 0.5 ぐらいになってきます。もうこの 0. コンマ何ミリ、コンマ何ミリになった場合、コンマ何ミリって言わねえな 0. いくつになった場合は、
本当に動かす量は本当に少しです。1ミリ動かしたらでかいですからね。1ミリ動いたら1動く、もう 1.0 動くと思ってください。もうコンマ何ミリです。本当に触るか触らないかとか、ぐらい、もう触ってるような触ってないようなぐらいで、だん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 すり寄せていきます。だんだん 0.3 ぐらいまで、およそ 0.3 ぐらい、俺の目安ですけどね、 0.3 ぐらいまで来たら、今度受け、こっちで日差を合わせます。こっちは日差ですから、日差を合わせ始めるんです。これはプラスマイナス、もうタイムグラファーに表示されてますから、早ければ早かったら、こちらを持ちの方に、ひげ持ちの方に近づけていく、遅かったらこの受けをひげ持ちの方に、インゴ持ちからこう広げていくんです。こういう風な感じです。早かったらこっち、遅かったらこっちみたいな。そうするとここくっついてはないんですけど、こう合わさってついてるので、これをこっちにやると、このひげ持ちも若干こっちに動くんだよね。こういう風な感じです。そうするとまたひげ持ちがずれ始めます。肩振りがずれ始めた数値を叩き出してきます。 0.4 とか、はたまた 0.2 になる場合もあります。近くなってくる場合もあります。少し動くんだよ。だから 0.3 ぐらいになったら日差を合わせ始めます。そしてこの肩振りが 0.2 になった、はい、0.4 になった、どちらかになるか分かりませんが、それでまたすり合わせていきます。 0.4 になった場合、大きくなった場合はまたひげ持ちをいじり始めます。で、肩振りが小さくなった場合、どん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 日差を煮詰めていきます。そうするとだんだん 0.1、 いい時は 0.0 になりますから、ここを見つけ出してください。この日差の調整、この日差の調整でもってもひげ持ちが若干動くんだよ。若干動くから、そういったところでもまた、そのこれぐらい動かすんだったらこれぐらいひげ持ちが動くなとかっていうの、結構ね、経験ですから、結構いじってみると、あのその添付の特性だとかっていうのがね、分かりますからね、うん、かなり面白いです。これがまあ俺が勝手にやってることだけど、勝手に俺がやってることだから、プロはどうか知らないよ。プロは分かりませんけどね。俺は、まあ、素人ですから、こうやって合わせてるってことです。で、すり寄せて、すり寄せて、もう最後はこの辺のもうすり寄せです。すり寄せていけばピタッと合う時が来ますから。で、日差なんかもうね、あの5秒、10秒でも大丈夫ですから、うん。だから一番大事にしてるのは、俺はこの日差よりもこの肩振りを大事にしてます。肩振りが大きいとやっぱり気になるから、日差の遅れなんか調整でどうにでもなるからさ、やっぱこのテンプが元気に左右均等に動くっていう、動いてるっていう方が大事ですから。日差が何秒ずれてるとか、そういうのはね、あのあんま実際気にしないですよね。テンプがゼロだったら、テンプのその肩振りが0.0だったら、そっちの方がいいんですよ、俺はね。テンプが元気に動いてる方がいいですから、時間なんか気にしてねえから。それ言い過ぎか。でもね、こうやってこう徐々に徐々にすり寄せていけば、必然的に日差も合ってきますんで、そしてその肩振りが 0.0 になった場合は、この左右均等に動いてるもんだから、意外とその心拍も大きくなったりします。うん、いい具合にこう動き始めるからね。だから大事なのは、この日差よりも肩振りの方が大事かな、俺はね。ということで、まあ今日は俺の方法でしたけど、俺の方法でもってやってみましたけど、こういう風な感じでやってるってことですね。だんだんこう肩振りからいじってって、スポットを探して、この辺なら 0.3 ぐらいになったら日差もいじり始める。そこでこうすり合わせていくって、だんだんだんこういいとこをこうすり合わせていくようなイメージですね。俺の方法ですけどね。プロは多分違うと思うけどね。ということで、今日ちょっとはね、こう合わせ方っていうのをね、やっていきました。ちょっとね、カメラの調子も変なところについててさ、ぼやけてたけど、あれはもうちょっとイメージしながらやってみてください。ってことで、また次回も楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。